キングプリンスの長瀬廉が10月2日発売のムック・チア・チアボリューム38宝島社の紙・関東特集に登場する。撮影ではシックなお、ルブラックコーデを披露。長瀬のクールな表が満載となっている。インタビューでは11月10日、回の主演映画法廷遊戯について、実はこの前、村匠海君のうちにお邪魔して、 二人で映画会をしたんですよ。見終わった後は、二人、自然と目を合わせてうなずき合いました。両、作品ができたという手応えを、お互いに感じ、からこそ出た、うなずきでしたねと、映画への意を語った。法廷遊戯は、いがらした人氏が現役、報酬修正時代に観光し、ミステリーが読みたい。2021、万新人賞受賞など、ミステリー界の新生とし、話題になった。 本格法廷ミステリーの同盟賞の実写化。神様のカルテ、白夜行の深川栄養氏、監督、総理の夫、流星ワゴンの松田沙や志が足を手掛ける。ロースクールに通い、弁護士とな、主人公、正義こと、小賀野清義と、その同級生、折本美鈴、杉崎と、勇気薫、北村。裁判ゲームで見、に起こった、殺人事件をきっかけに、 三人の仮面、裏に隠された真実が暴かれてゆく、ノンストップトライアングルミステリーとなる。楽、リリース、ドラマ、そして映画と走り続ける A。同志では、ファンの人のため、家族や親友への返しのため、解任のため、大切な人たちのため、という気持ちがあるからこそ、こうやって僕、走り続けていられるんだと思いますと、胸の、を明かした。黒くの 旧ボードピンアップには、表面、裏面それぞれ、縦3点横3点イコール、K9 点のグラビアが、掲載される。表面イコール、旗大吾、道江俊優、高橋京平、なにわ男子、裏面イコールな、和男子、ライブツアー2023ポップモール、さらに、ブックインブックでは、オールジャニーズジュニア2 0 2 3ワしショイキャンプ、インドームを届ける。